こんばんは。今日さゆりちゃんスイミングお休みしてたけど、どうしたの？うちのレーナが心配してた。こんばんは。ごめんなさい。今日は私の用事で休ませたの。そうだったんだ。休むなんて珍しいから連絡しちゃった。わざわざありがとう。これからもちょっと休ませる日があるかも。そうなの？さゆりちゃんスイミング大好きなのに。レイナも寂しがるわ。そうよね。そうなんだけどね。どうしたの？なんだか意味深じゃない？ちょっと最近私が忙しくて。それはいいね。私も何か始めたいって思ってるから、よかったら誘ってね。そういうんじゃないんだけどね。聞いてくれる？うん、私でよかったら。どうしたの？実はね、すごく言いにくいんだけど、大丈夫よ、話してみて。体調が悪いの。それで病院に行ったら妊娠って2人目。そうなの？おめでとう。言いにくい話じゃないじゃない。本当におめでとう。それがね、旦那との子じゃないの。はい？実は付き合ってる人がいて、その人の子なの。不倫してたの？びっくりしすぎて言葉がないんだけど。どうして旦那さんを裏切るようなことしたの？不満とかはないよ。旦那も好きなの。でも付き合ってる人も好き。選べなくて別れられない。選べないとかじゃなくてさ、さゆりちゃんだっているのに。じゃあ何？今日不倫相手と会ってたんだ。うん、妊娠したこと話すのに会ってた。さゆりちゃんどうしてたわけ？親に預けてた。もちろん親も知らないけどね。そりゃ胸張って話せる話じゃないね。ねえ、あなたにしか話してないの。誰にも言わないでいてくれる？私が誰にも言わないとしてどうするの？てかどうしたいの？何もしないよ。このままこの子産むの。は？どういうこと？だから産むの。どちらとも別れる気ないって言ったじゃない。いやいや、それはダメでしょ。無理でしょ。え？どうして？誰も不幸にならないでしょ。さゆりにも弟か妹ができるのよ。なんだか考えがずれてるんですけど、浮気相手は誰？あなたの知らない人よ。同じ既婚者だから。それが一番でしょ。それが一番なわけないでしょ。旦那さんやさゆりちゃんがかわいそすぎるから。知らぬが仏って言うじゃない。だからそれが一番なの。自分を正当化するのやめてよ。仲がいいからあなたに話したのよ。私の気持ち分かってくれると思ったのに、なんだか気分害された。こっちが気分害されたわよ。そんな最低女だとは思わなかった。話しにくそうにしてたのは後ろめたさがあったからじゃないの？え？違うよ。もったいつけただけ。完全に理解できない。私も裏切られた気分。どっちがよ。私妊娠してるの。大事に扱ってよね。お腹の子は本当にかわいそう。旦那さんやさゆりちゃんも。でも真実を知る権利があると思う。だから何？私の家族よ。気分が悪い。もう放っておいて。絶対に罰が当たるから。はいはい、大きなお世話ですよ。何？最悪なの。彼が奥さんに話しちゃって、全部旦那にバレたの。罰が当たったんだね。さゆりちゃんママは離婚。
さゆりちゃんの親権は得られず、また付き合っていた相手の奥さんが離婚は拒否、引っ越しをされてしまい一切連絡も取れなくなってしまいました。さゆりちゃんママはお腹の子と二人きりに。不倫は自分だけでなく周りも不幸にします。絶対にやめましょう。